平野の仕様、ファレル・ウィリアムスとの2ショットでルイ・ヴィトンのショーに輝く。ファレル・ウィリアムスとの共演が話題に、日本のアイドルグループ、ナンバー・アイのメンバーである平野仕様、26が、香港で開催されたルイ・ヴィトンの2024プレフォールメンズファッションショーに招待され、世界的な音楽プロデューサーであり、歌手、ファッションデザイナーでもあるファレル・ウィリアムス。 50との2ショットを自身のインスタグラムで披露しました。この驚きの瞬間はファンたちにとっては夢のような瞬間となり、SNS 上で大きな反響を呼んでいます。ビトンのショーへの招待と2ショットの公開。平野仕用は過去の投稿でアットライスルーテンから2024プレフォールメンズファッションショーにご招待いただき、香港にお邪魔してます、と明かし。 その後の投稿でショーを訪れた様子を披露していました。しかし、ファンたちを驚かせるのは、彼が世界的アイコンであるファレル・ウィリアムスとの2ショットを披露した瞬間でした。その投稿では、茶色の帽子に白のセットアップ、シャツ、緑のネクタイ、ハート型のサングラスを身につけたファレルと、緑と黒の格子柄のセットアップ、白のインマー。 黄色と茶色のバッグを手にした平野が、パレルのグレイテストオブオールタイム。サンクユーアットフェラル、史上最高。ありがとう、アットフェラル、とのキャプションと共に映っています。この投稿に対して、平野のフォロワーたちからは多くの賞賛と感動の声が寄せられました。パレル様と、すごい、素敵です、すごい。 かっこよすぎる。これからますます世界に羽ばたいてね。塩く君、お疲れ様でした。LV のセットアップやアクセサリーやバック素敵でした。といったコメントが並びました。カレル・ウィリアムスとの交流の意義。カレル・ウィリアムスは音楽プロデューサー、歌手としての成功だけでなく、ファッション界においてもその影響力を発揮しています。 彼はファッションデザイナーとして数々のコラボレーションを手掛け、そのセンスとスタイルは世界中で高く評価されています。したがって、平野紫洋が彼との2ショットを公開することは、単なるエンターテイメントの範疇を超え、ファッション界と音楽界の融合を象徴していると言えるでしょう。この交流が示すのは、アイドルとしての成功だけでなく、 平野がファッションや音楽といった異なる分野でさらなる可能性を模索している姿勢です。その一環として、ルイ・ヴィトンのショーに招待されることは、平野が国内だけでなく、国際的な舞台で注目を集めていることを証明しています。ファンの期待と応援の声。 投稿に寄せられたファンたちのコメントからは、単なる興奮だけでなく、平野への強い応援の気持ちが伝わってきます。彼らは平野の活躍を喜び、その成功に共感し、彼のこれからのさらなる飛躍を期待しています。潮君ベリーベリースペシャルパーソンとのトーショットピクに衝撃すぎます。わあ、簡単ふ、 超ワンダフル、潮君ありがとういつも素敵な写真、といったコメントには、ファンたちの熱いエールが込められています。平野のファン層は国内外を問わず拡大し、その存在感がますます世界に広がっていることを示しています。ルイ・ヴィトンとのコラボ、平野潮のファッションへの進化。ルイ・ヴィトンは、高級ながらもアートとファッションの融合を追求し、 常に新しいアイデアや才能とのコラボレーションを重視しています。平野紫洋がルイ・ヴィトンのショーに招待され、そのコラボレーションが実現したことは、彼のファッションへの深い関与と洗練されたスタイルを示しています。投稿に登場する平野のセットアップやアクセサリー、バッグに対するファンたちのコメントからは、そのデザインへの絶賛が感じられます。 潮君お疲れ様でした LV のセットアップやアクセサリーやバック素敵でしたというコメントは彼が披露したファッションアイテムが多くの人に愛されたことを示しています。結論、世界との交流が開く新たな可能性。平野潮がファレル・ウィリアムスとの2ショットを公開し、ルイ・ヴィトンのショーに招待されるなど、 彼の活動がますます国際的な注目を浴びていることは明らかです。これは単なるエンターテイメントの領域を超え、異なる分野のアーティストやファッションブランドとの交流を通じて、新しい可能性が広がっていることを示しています。ファンたちの期待と応援。 そしてファッション界や音楽界との交流が平野紫耀のキャリアに新たな息吹をもたらしていることは疑いようのない事実です。彼の今後の活躍からは、ますます国際的なステージでの成功が期待され、これまで以上に多くの人々にその魅力を伝えることでしょう。